ジェフ・バン・ガンディは、アメリカが州国カリフォルニア州へ、メット出身のバスケットボール指導者。NBA のヒューストン・ロケッツの元ヘッドコーチ。ディフェンスを重視する指導スタイルで知られる。ニューオーリンズ・ペリカンズのスタン・バン・ガンディヘッドコーチは、実刑。チチビル・バン・ガンディも、大学でバスケットボールの指導者をしており、文字通りコーチの家系に育つ。バン・ガンディのコーチとしてのキャリアは、 ニューヨーク州ロチェスターのマクウェイド・ジェスート高校で始まった。その後、プロビデンス大学でディック・ピティーノのアシスタントコーチを務め、チームを NCWA トーナメントのフィナール4に進出させる手助けをした。翌年はチームのヘッドコーチがゴードン・チェーサに変わったが、バンガンディはアシスタントコーチを続けた。さらに翌年はラトガース大学に招聘されボブ・ウェンゼルの アシスタントコーチを務めた。1989年7月28日、NBA のニューヨーク・ニックスのアシスタントコーチに招かれ、その後、6年半にわたって、ストゥ、ジャクソン、ジョン・マクレオド、パット・ライリー、ドン・ネルソンらを補佐した。その間、ニックスがアトランティック・ディビジョンの3位以下に落ちたことは一度もなく、3度のディビジョン優勝を成し遂げ、 毎年のようにプレーオフに出場する中で、バンガンディは NBA のコーチとしての経験を積んでいった。1994年はイースタンカンファレンスを制し、NBA ファイナルに駒を進めたが、ヒューストンドケッツに敗れた。1996年3月8日から2001年12月8日にかけてはニューヨークニックスのヘッドコーチを務め、チームを毎年プレーオフに導いた。 特にロックアウトで短縮された1999年は27勝23敗と、イースタンカンファレンス8位の成績で終え、かろうじて、プレイオフ進出を果たしたような状態であったが、プレイオフ第1ラウンドで、カンファレンス1位通過の競合にして、パットライリーが率いる宿敵マイアミヒートを破ると、勢いに乗って、快進撃を続け、第8シードから NBA ファイナルまで進んだ。 史上初のチームとなった。NBA ファイナルでは、グレッグ・ポポビッチのもと、ティム・ダンカンを擁する、サンアントニオ・スパーズの前に敗れた。2001年12月8日、チームの成績不振の責任を取る形で、ヘッドコーチを辞職。しばらく指導者としての地位から遠ざかるが、2003年に、ヒューストン・ロケッツと契約。チームの再建を託されたが、 プレーオフ第1ラウンドを突破することができず、2007年5月18日、ユタジャズとの第7戦で敗退すると解雇された。以降は、指導者職に復帰せず、ESPN の解説者を務めている。日頃から試合途中のインタビューにまともに答えてくれない、ことで有名なグレッグ・ポポビッチにインタビューを試みた、 ハグされただけで何も聞けなかったことがある。ありがとうございます。